はい、皆さんこんにちは。今回第137回になります。それでは入っていきます。The iPhone was immediately dubbed the Jesus phone by bloggers. The iPhone はブロガーによって Jesus phone とイエス・キリストの電話みたいというふうに即座にダブと名付けられたと、あだ名付けられた。The Apple's competitors emphasized that at $500 it costs too much to be successful. ところが Apple の競争相手が強調したことは、1台500ドルということで、あまりにも高すぎるから成功しないというふうに言ったんですね。It's the most expensive phone in the world, Microsoft Steve Ballmer said in a CNBC interview. で、それは世の中で世界で一番高い電話、携帯電話だと、マイクロソフトのスティーブ・ボルマーっていうのは、これ確かビル・ゲイツと共同経営者の人なんですけどね、 CNBC のインタビューで言ったと。確かそうだと思うんですけど、スティーブ・ボルマーってのは。で、 And it doesn't appeal to business customer because it doesn't have a keyboard. それにこれビジネスの顧客には絶対訴えない、アピールしないよと。なんでかというとキーボードがついてないから。前言いましたけど、そのブラックベリーみたいなね、キーボードがじゃなくてこうタッチして出てくるっていうやつですからね。今までそんななかったんでね、やっぱり慣れてないからダメだろうと、こう言ったわけですね。Once again, Microsoft had underestimated Jobs' product. また、Microsoft は Jobs の製品を underestimate、見くびっていたと、過小評価してたんですよね。By the end of 2010, Apple had sold 90 million iPhones and it reaped more than half of the total profits generated in the global cell phone market.ところが2010年の終わりまでにはアップルが9000万台の iPhone を売って、リープっていうのは売り上げなんかを上げるってことですけどね、世界の携帯電話市場で、ジェネレート作り出された全プロフィット収益の半分以上を占めたと、その半分以上をそのアップルの iPhone が、まあ、リープってのはもともとは借り取るって意味ですけどね、要するに利益なんかを、まあ、得ると、獲得するってことでね、利益を得たと。世界の携帯市場で得られた利益の半分以上を得たということで、まあ、これはマイクロソフトのスティーブ・ボルマンも、まあ、びっくり仰天ですよね。だって後から作られた iPhone が世界の半分以上を握るなんて誰も予測しなかった。ねえ、まあ、それでか知りませんけど、これジーザスの再来じゃないかということかもしれませんけど、ジーザスフォンっていうね、もうなんかすごい携帯電話っていう感じでしょうね。